アロハ、皆さん、こんばんは。最近ね、気がついてきたことなんですけども、食べ物のね、物価がもうすごいね、高騰してますね。アメリカ。はい。半年以上前だったかな、なんか。私はね、あんまり下界に降りないというか、ポツンと一軒家に住んでいて、あんまり買い物とかね、行かないので、よくわからなかったんですけれども、なんか日本の人たちの方がね、なんか逆に私のこと心配してくれて、大丈夫かなんて言ってた時期があったんですけど、その時でもね、こんなに値上がりをね、なんて言うんだろうな、経験したことはね、なかったんですよね。最近は本当にね、すごいね、高騰してますね。ちょっとまずいかなーって、さすがに私も思ってきて、メディアがね、騒いでないのでね、6ヶ月以上前の時はメディアがすごい騒いでて、で、日本の方から心配されて大丈夫なんて言われて、私は気がついたぐらいだったんですけども、今回は私の方から気がついて、周りがあんまり騒いでないので、なんかちょっとやばいかなーなんて思ってきましたね。まあ最近はブリックスとかね、世界の脱ドルなんか、いろいろとね、ニュースでね、やってますけれども、ね、世界の基軸通貨としてのドル崩壊かなんてね、言ってる方もいるんですけどね、どうなんでしょうかね。私はね、結構楽観的なタイプなのでね、ドル、基軸通貨としてのドルの崩壊っていうのはね、そんなに簡単に、そんなに早く起きないと思ってますね。それが起こるとしたらね、結構なね、時間がかかると思うんですよ。ポンドがそうだったようにね。まあ、どうなんでしょうか。私はね、貨幣制度というか金融制度とかね、金融業界でバリバリ仕事してきたのに、私あんまりね、好きじゃないんですよね、貨幣制度とかね。なんか嘘っぱちに思えてきちゃうんですよね。なんかこう、実体のないものみたいなね。私はだから物々交換が好きですね、バーター取引ね。ここら辺のプナの人たちはね、結構バーターしますよ。自分が作った作物で、過剰なね、余分な分が出た時に、同じように、余分なものがある人を探してね、こう交換するとか、物じゃなくてもね、サービスでもね、ありますね。ワークトレードみたいなね、草刈りをしますよっていう代わりに何かくださいとか、仕事しますから家賃を減らしてくださいとかね、ワークトレードもありますね。だから物が作れない人はね、スキルがあればバーター取引できますしね。私そういうのが好きなんですよね。実態があるというか、この地に足がついてるというか、まあ現代で完全にね、物々交換っていうのはやっぱり無理だと思うんですよ、やっぱりね。なんですが、まあハイブリッドな感じでね、できる範囲は物々交換をね、広げていってもいいんじゃないかななんて思うんですけれどもね。日本のどこだったかな、湯布院、大分の湯布院だったかな、なんか湯布とか行ってね、なんか独自のなんか通貨みたいなのを発行していて、なんかこの自治体の中でね、なんか取引、物々交換の取引するみたいな
なんか活動もあったって聞きましたけどね、そういうのも面白いなと思いますよ。どこかの町ではなんか台帳みたいなのをみんな持っていて、そこに全てのこう取引がね、なんかこう記帳されてるんですけども、まあ、お互いに信用できる人同士じゃないと、まあ、成立はしないんですけども、その台帳をもとにね、散髪をする代わりに、何か野菜と交換するとかね、なんか面白いなと思いましたね。そういうね、こと私は好きですね。皆さんもね、皆さんどう思われますかね。きっとね、楽しいとも思うんですよね。いかがでしょうか。まあね、最近はちょっと、食料のこととかね、いろんな懸念はあるんですけれども、まあ、心配しててもしょうがないのでね、もう私みたいにこう楽観的に、なんとかなるさみたいなね、精神で乗り越えていきましょう。はい、ということで皆さん今日もお疲れ様でした。また明日会いましょう。マハロー。